お疲れ様です。今日ですね、こちらのマイティー枯渇スケバレ入りをねやっていきたいと思います。まあ、なのでバレバレですね。はい、バレバレ枯渇という感じかな。で、まあ、ミラーも入ってるので、まあ、YouTuber バレバレバレ枯渇と、はい、いうことで、もう攻めれまくれますね。もう無限に攻めて、あとは大砲吹きやスケ、MIT で守って回収していきましょうよと、まあ、言った感じですかね。はい、やっていきます。で、最近ですね、マイティー枯渇がめっちゃ強いんですよ。本当にね、あの20勝チャレも、まあ、最終的にはなんかね、すごい強スケデッキとかの勝率も上がってたんですけど、もう途中まではもうマイティー枯渇が異常。他のデッキはね、数万回しか使われてないんですけど、マイティー枯渇は十何万回使われててね、もうマイティー枯渇が異常に勝率高いっていうぐらい、本当にね、大人気デッキです。はい。まあ、ロケット入りだとか、まあ、ロケットなかったりだとか、ミラー入ってる入ってないだとか、まあ、マイティー枯渇の中でも、すごいいろんな形がね、あるわけで、まあ、それのファイスピーかな、はい、が、未来になりましたっていうことで、今日はこのデッキをやっていこうと思います。相手はオールブレイカー。おー、スケボー、いや、なんか、特殊な。いや、めちゃくちゃ特殊な。なんか、特殊だな。なんか、近いけど、ちょっと違いますね。バレーバレー枯渇に見せかけて、が、俺か。なんかドリルのウォールブレイカーなんですけど、スケバレが入ってるみたいな、なんかちょっとわかんないですね、ぶっちゃけ。はい、形がわかりませんということで、これスケセバで両方かすってくれると、スケトンがかすっ、いやーでかいね今のは。さあ、なんか槍ゴムコウモリでウォールブレイカーもいて、いや、なんなんだこれは一体。マジちょっとわかんないんですけども、まあこれ対抗出しちゃうか。スケバレに大砲出して守って感じかな。おお、おしゃれな防衛ですが、ダメージは入っていく。サバフキアを処理しながら、ウォールブレイカーもなんなら処理しながら、お、めっちゃいい、え、めちゃくちゃいい大砲ミラーですね。いや、なんかでもマジ同じようなデッキですね。相手それ、あ、でかっ、マイティのバカって400近くあるんだね。あ、でもちょっと入ってる。うん、さあ、まあバレーバレー枯渇対なんかバレーウォールブレイカーみたいなね、ウォールブレイカーバレーのスケバレー、すごい小物対決になった。相手はディガーがなさそうっすね。これめちゃくちゃでかいですね。これマジディガーあるだけで、やっぱディガーの対応しなきゃいけないし、ディガー削りとかもあるんですけど、ディガーがなさそうなので、まあこれに関してはすごい相性も悪くなさそうな。いや、吹きはぶっ刺さってる。うわ、しかも、新体出てきたんだけど。さあ、ということで、ちょっと忙しくなりそうですね。まさかの新兵隊枯渇っていう。まあでも多分、神相性なんじゃないか、これ。知らんけど。これでも止まんねえな、これ。やべ。めちゃくちゃいいウォールブレイカーで刺さっちゃった。さあ、でも左は許容できる。まあ一応スケバレぐらい出しちゃうか。いや、すごいね、これ。相手のデッキが。小物。まあでも相性いいのに変わりはなさそうなので、いいっすね。いや、強しかも。あの、これは吹きはでもバカでいかれちゃうのを持ってないっすね。わー、ロケティーナ船長。もしかして、ロケティーナさんがあったみたいな。これ相手呪文ないっすね、あと。一つ気づいちゃいました。呪文ないので、これブース刺さりっすね。いや、呪文あったらロケットか。あ、最後はマイティーのモグラで、フィニッシュモグラ。はい。まあ、すんごいデッキでしたけども、まあなんか、ね、ぶっ刺さってましたね。はい。ということで、まあ、マイティー枯渇は、高回転で施設も回るし、フキアとかも回るし、なんだろうね、マジ安定力が他のなんかデッキよりも違いますね。うん、やっぱマイティー自体の、この火力も高いので、なんだろう、ジャイとかロイジャイとかゴレとかを溶かすのにも優秀。だし、光栄とかも爆発処理できるっていうので、まあ、マイティ自体もすごい優秀なんですよね。よいしょ。わ、すごい。やばい。GC か。あ、待って、なんか、今回の間もすげえな。スケバレ発揮って、スケバレそんな当たるっていうぐらい今、スケバレに異常に当たってるんですけど、これうざいっすよ。こう、タルとかウッド使わしてからの、バイブか。いや。なんか思った以上に全然刺さらんかった、ね。はい。全然刺さらんし。スケバレも吹き矢も嫌だしっていう。
いやーマジで相手のデッキはわかんねえな、さっきから。最近はこういうデッキ多いのか？めちゃくちゃ枯渇系のデッキっすね、さっきから。どうしようこれ。まあ迫撃は大砲で受けたいけど、スケバラも大砲で受けたいね、みたいな感じかな。さあ一旦大砲で受けよう。まあスケバレってね、投げるだけ強いんですけど、まあ、弱点は施設かな。こんな感じで簡単に抑えられちゃう。やばい、やばーい。まあ相手のサイドがぶっちゃけ違う方がいい。もう一回巻いていい。いやーでかい。やりかこれ真ん中。ないか。さっきスケ、ああこれであれか。いやでもここでスケヒンを結構ちょっかいかけれるのは強い。さあ耐えながら。ああスケヒン迫撃か普通の。で相手の呪文が今回ファイボなんだね。そういうことだ。いやこれ結構熱いぞ。相手あのスケバレは迫撃とかやり込みで受けれるけど、言うて他がね。いやこれマジで大砲じゃない、早くそれ壊したい。早く壊されたら熱い。スケバレが飛んでく、なんでやねん。でスケブもあると。いやそうっすね、スケブっすね、僕が嫌なのは。でもこれ自体はマジで相性が悪くない気がするので、頑張りたい。いやマジこれどうやって受けようどうやって受けようってなってる。一回もうちょっと耐えてほしいな。ちょっと待って、間のデッキがね、分かるまでが遅すぎたね。本当に。この秒で分かるようなデッキでした、相手の。普通のテンプレの。いやー、これ美味しい。たまたまスキル。まあ、ゆっくりか、一回落ち着いて。でも相性自体は非常に悪くないので、しっかり形を組んでいこう。じゃあ大砲スケバレで迫撃受けれる方がね、大体理想なんだよ、さあ吹き矢がなんで残らない、なんで残らない。いやーまあでかい、まあでかい、まあでかい、まあでかいけど、ダメージが負けてんな。いや美味しい、これマジめちゃくちゃでかい。吹き矢無料でついてきた。スケバラ飛ばすだけ迫撃で受けられるんで損するんですよね。よしよし、いやめっちゃいいんじゃない、ダメージ追いついてきたよ。なんだ来たらもう一回打ち、なんなら置いといてもいい。よしでマイティ出てるんで回転も早いんだよ。でさ飛ばして、いやそれやだね、飛んでいくか。いや一生吹き矢だなこれマジで。浮き矢と、よしよし。こうすると、相手もなんで浮き矢きつくなってきてね。あるんちゃうん、あるんちゃうん。よし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 、流れがめっちゃいい。ウッドで、しばきながら。いや、これも、俺のターンだな。一生スケバレを出さないことによって、相手がちょっときつくなってる。でさ、逮捕でしょ？おい。よし、無限ループ来てる。いや、これやばくない？さらになんならこの辺で追い打ちのスケバレ。いやーつって、苦しいよーつってるって相手もこれ。無限に攻めれんの？もし相手が打ったとかこうなかったりね。一回流れさえ掴んでしまうと、マジ一生攻めれて、俺のターンですよっていう。いや、マジバレバレって、やっぱ無限に攻めれるのが強いんですよ。で、相手が攻めてきたのも、なんか他の枯渇系のね、吹き矢とかで守ることによって、うわぁ、さっきウッド使ったしなーみたいな、に落ちるわけで、これがやっぱバレバレバレになるとね、それもまた、強い。どんどんきつくなる。相手がやっぱ攻めたくなるんですけどね、こっちが攻めることによって、相手の攻めが中途半端になる。だから僕も、防衛に回ってしまうと、まあ、それもまた良くないですよね。そう、攻めで呪文使えてダメージ受けちゃう。っていうのがあるので。もうこっちがしっかり攻めてあげることによって、相手が苦しくなるよねっていう。いや、いいね、今の、マジで。マイティで手札サイクルぐっちゃぐちゃになるのもね。まあ、壊れてますから、その辺もまた、まあ、またいつかね、修正されるといいですけど、さあ、トーベフラム来た。この人ね、僕めっちゃ好きな人なんですよね。うまい人。そう。うまいし、面白いプレイヤー。今、7位のバッジ2つですよ。
相当運がいいやつだ。さあゴーストマジアチャおーわいわい、これあれですもう最近話題、マザネクザッピーキョスケミラーっていうやばすぎんだろっていうマジ話題のデッキですね。まあでもこれがめっちゃ強いんですけど、さあまあこれあのきついんじゃないお兄さん。まあキョスケがあって、あとロイホグっすね。これロイホグ持ってた、やべえ忘れてた、忘れて大砲ウッドとかやっちゃったんで、これそう来るっすよね。すごい、あやべえ、しかもこれヤナミ来たらマジでやば、痛すぎー痛すぎー。いやーこれでも攻めてあげた方がいいね。相手はヤナミミラーっていうちょっと特殊なね、まあ、デッキではあるんだけど、これでかい、両方ともこのマイティでいけたら、あー痛すぎる、回転がちょっと遅いので、まあシンプルにキョスケロイホグマサニックでヤナミ打たれたら終わるやんって話なんですけど、ちょっと回転がこっちの方が早いので、序盤の間にダメージ稼いで後半逃げ切れると理想かな。まあさすがにこれうんこだけ落として、あーザッピーに入んないんだね。てかうんこダメージでか、想像以上にでかかったな。いやこのタイミングで来るのがやばい、うまい。いやでも大砲強え、しかもこの吹き矢も相手つらいですからね。いやいいゴーストだ、よし、いや間に合わん、いや間に合うか、いや間に合うけど位置が悪い、いやめっちゃいい。さあ1400、これ相手耐えてくるっすからね、マザニクで。ああそっちから入るんだ、暇なんでうんこ落として、まあ痛い、後ろからゆっくりゆっくりっすね、マジ。まあ俺もまあ後ろからゆっくりゆっくりなんだけど、言うて辛い部分もすごいある。でこういう吹き矢とかに、あてか呪文使いたい時に攻めてあげて、よしよしよし、いやいいんじゃないこれは。あれウッドミラーで前半ができんか、うん、まあ大砲置いて、いやこれに勝てたらめっちゃ強いけどね、きついんだよ、なので攻めます。あれなんで勝ちました、いや俺も分かんないし相手も分かんないマジで何が刺さったんだ、いやゴブリンバレルが刺さったのか多分。さあということで、勝ちました。今のはマジできついやとか、最近流行ってるマジやばい、これ後ろから垂れ流しデッキって呼んでるんですけど、後ろからキョスケゴーストザッピーマサネク出して気づいたらロフグセッパすればなんとかなるよねっていう、めちゃくちゃ強いデッキですね。トレンドデッキ使ってましたね。まあでもそういうのにもなぜか勝っちゃう、間違いなく今のは相性悪いと思うんですけども、まあそんなのが関係なく強いのがマイティコカツで、それを進化したバレバレコカツですね。バレバレバレコカツ、めちゃくちゃ攻めに特化してますね。まあ防衛、防衛もなんとかなるでしょっていう、攻めまくってから考えればいいよねということで、酒酒って書いてるな、いやゴブリンバレル、トレーナーキャンやめて。さあここでね、もうゴブリンバレルミラーあれば強い話ですから、攻めまくります。さあゴーストタルは難しいね、これまた。30っぽい気も。ああ、30死ですね。嫌な、嫌な品質だ。ああ、いや、これ間に合わないの、渋いね。浮き矢にこれ言うの来たら、もう許容でめっちゃ攻めようかな。ああ、ロイホグさんしか、一回ダッシュしてくるかな。さあロイホグ三子はこれまたちょっとやだな、エリポンあってくれた方が嬉しい気もする。てかハンターがスケバレとかゴブリンバレル完封できるんで、そうしたら強いですよね、目がいい試合だ。まあでもダメージ稼いとかないといけないので、さあ攻めてあげて、
くんのかな。わお、三色来ちゃった。ちょっと左許容してもいいんだけど、ちょっと嫌なんでスケバレで守っちゃう。え、相手の三樹師天才すぎ、やばい。まあでもロイホグ自体は大砲でなんとかなるんで、問題は相手の三樹師と俺の攻めが通らないっすね。まあバレバレバレで攻めてしまえばミリは入る、ミリは入るんだけどミリなんだよね。あ待って、やべえ、え何これ、どういうこと、諦めた人に思われちゃうな。そんなことないね。さあまあこれは美味しい。受けがないよっつって、受けないんだよってまあ耐えながらの、今言ってタル使ったよね。でかお願い、タルマ、あこれタル、そういえば耐えるやん、ミラーバレルって強くね。いやでかいでかいでかい、いやでもきつい。こんな相手攻めたいやろ思って。あーいいゴースト、あのハンターがマジで強いんだよな。いやいいんじゃない、でもダメージ的には意外となんとかなってる。いやいいぞ、相手に守らして、いや頑張ってはいるけどきついな、豚来るだけきついんだよね。うん、相手も巻いてきちい。よしよしよし、え、それはちょっと読めなかった、やばい。やべえ右が、あー耐えれなかった。これは今おじいちゃんだったかな。今のはね、もう耐えれるよ、もう誰がどう見ても勝ってたもん。そう右側の三重師がね、うわたまた投げ取ってるやつって、やばい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 で負けちゃってるからもったいないですね。いやよくいけたね。バレルミラーがでもやっぱタルー持ちにはね意外と刺さってたので、あとは俺のもう防衛がザコオツでしたね。あもったいない、勝ち試合逃しましたね。まあそういう日もモカシード、なんか強そうなプロフィールしてんな。いや守りはマジでなんとかなるからな、なんとかをできなかった時に負けるだけなので、まあ、あとはゴリゴリ攻めよう。マイティの爆破も生かしてね。さあ墓石タルは遅延スケラーなんか濃厚かな。遅延スケラーっぽいっすね。あとはなんだろう、墓石タルっつったら、いや遅延スケラーぐらいしかなくて陸行けもなさそう。うん、いやーこれちょっとうざいよ。キング起動ミスってる、しかもダメージ異常に入ってる、そして相手がタルババなのでこの定位置置くとマジで泣くよ相手、これそれ無理だよって、おいさタルも使うがみたいなからの、これはスケバレ行っても結局墓石で終わっちゃうので、
行くならば墓石じゃない方がよくて、墓石じゃないスキャブルじゃない方がよくて、こういう攻めの方がいいって、ね、あのここで使ってくれるならみたいなとこある。お、あ金魚だ、それでできんのか、それいて、これタルババ使うぞ相手。いやー結構入るね。てかまあ相手あれ使ったから墓石スキャバレ飛ばし毒っすね。で右側カウンター来られるのちょっと嫌なんで左にしよう。うん、いや美味しい。でチクチク入らないんかい。つけて2回受けれるでしょ。まあさすがに右サイド出してプレッシャー食うか。やまじこのさ浮き甘いティーするだけ相手きつくね。なんでやねん、転校しとるやん。まあこれはさすがもう一回攻めたいな。で大砲置いて浮き矢置いて、もうこれで守れます。浮き矢強すぎー、ウッド強すぎーってなりますね。マジやばすぎん、これで耐えれるんだぜ。からの一発目は無理だが、この二発目を完封するのはこれはまた難しいんじゃないの。一発かすりスケバレで攻める、大砲先置きからの早い早いゴブリンバレル来ちゃったよ。さあ耐えてくれれば勝てれそうですが、耐えれますかい先生。相手のあの260はどうやったら落とせるんだ。260ってむずいよね。なかなかボス、スケバレむずそう。一瞬こっち行っちゃう。さあこれは別に大砲スケでも美味しいので言っちゃえば、ね、よいしょ。あんなウッドまである贅沢。ほっ巻いてー。相手のあのタワーのいじめてるとか別にそんなのでもなく、全然落ちんタワーマジでうざいよこれ。いろんなとこに投げてるからね。お相手も飛んでくる。待って、めっちゃ耐えられるんだけど。さあまあまあさすがに、ああちょっと負けてそうでしたね。あぶねえ、ぶち負けたやんちゅう。あぶねえ。さあいやこのプレイ絶対うまいぞ今の、まあ、87やん。いやそれはやっててなんかうまかったもんね最後の方。さあということで今日はこのバレバレバレっ子活ですね。はい、いやなんかマイティがやっぱ優秀だし、高回転大砲も使いやすいしね。そう吹き矢とかはまあプリンセスでも良さそうなんで、まあその辺はね、はい、使いたい方でやってみてください。バレバレバレっ子活でした。ということでよければチャンネル登録高評価もねお願いします。ではおつかちゃんです。またね。